タレントの持田か光が28日、東京、秋葉原のソフマップで最新イメージ DVD、ライス。ケーク、発売中4104円税込発売元、ヒルド、の発売記念イベントを行った。DVD、ライスケーク、の発売記念イベントを行った持田か光同 DVD は、元フジテレビのフリ。アナウンサー。 加藤あや子のモノマネで一躍人気者となった持田越光の記念すべき1ストーングラビア作品。今年2月に初めて訪れたというセブ島で撮影され、アナウンサーに扮した持田がプライベート旅。漁をするというドラマ仕立てながら、水書で E カップバストとホーマンボディーを披露している。セクシーなワインレッドの衣装で報道陣の前に現れた持田は、 最初で最後みたいな感じです。私はダイエット本を出版していて、ダイエットのアフターの時にお話があって、と初 DVD を出すことになったいきさつを説明し、まさか自分がグラビアをやるとは思わなかったので、グラビアすごいな、と思いました、とにっこり。 内容については、モノマネをさせていただいているアナウンサーさんのプライベート旅行という感じで撮らせていただきました。スーツ姿の夜のベッドのシーンが一番気に入っています、とお気に入りをあ。えながら、アイスキャンディーを舐めたシーンはドキドキしましたね。でもやりながら激しめになり、しっかり音を立てまくって奥まで舐めましたよ、とやりきった様子だった。 カトパンのモノマネで一気に知名度を上げた持ちだだが、同 DVD でも、角度は常に意識しました。いい感じでファーっとカトパンさんに見えるかもしれません。とじが持参。その持ちだだが、加藤あやことはまだ会ったことがないそうで、公認はまだいただいていないので、今年は狙っています。カトパンさんのおかげでここまで来れましたから、今年はぜひお会いしたいですね。 と加藤との初対面を望んでいた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。